もう始まってるな、ホワイトです。今日は北斎さんのうずまさのり弁紹介したいと思います。見てください、このおかずの面々、普通ののり弁当とは違いますね。それでですね、この豪華な、なんかね、これこのね、生風田楽ね、あの駅弁で珍しいですよね。これめちゃくちゃ美味しかったです。おすすめです。それでね、あのおかずとご飯と交互に食べてるとね、いつもね、この秒でなくなりましたって書いてますけど、決してそんなことないですよ。秒じゃないです。評価はね、星3つです。大変美味しゅうございました。あ、袋出てきた。最近ね、あがが気になって本当にね、動画視聴最後までありがとうございます。また見てねー。